大松信弘は日本の芸術家、高知学園短期大学専任講師。作品は原色のみで描かれ、その集合台で表現されている。原色の中でもカラフルな色を使いインパクトのある作品が目立つ。芸術と平和、愛、自然、自由をテーマに制作、研究を行い、自身の原色的表現の追求のため、60年代から、 現在のヒッピーの動向に注目し、ヒッピーの考えや自然主義の考えを哲学的に解釈し、政策的研究を行っている。それと同時に、美術を通じた平和活動、地域貢献活動も行っている。日本の兵庫県出身、アムロ中学校を卒業後、イギリスに渡り美術を学ぶ、ウッドハウスグローブスクール、ケンブリッジにある、ケンブリッジセンター46、 ホームスタディーズを卒業。イギリスではブラッドフォードに1年、ハローゲートに2年、ケンブリッジに2年、計5年滞在している。イギリスの高校卒業後、ロンドン芸術大学に合格していたが、キャップホリデーを利用してニュージーランドに渡った。多くの国々を訪れ地球の広さに感動し、サンフランシスコ、ニューヨーク、モスクワ、ネルソンなど各地を転々した後に帰国している。 日本に帰国後、具体のメンバーであった、島本肖像に支持するため、宝塚造形芸術大学大学院メディア、造形研究科基礎造形に進む。大学院修士課程では、国境の存在意義をテーマに政策的研究を行う。大学院終了後、淡路島にアトリエを構え、移住して政策活動を行う。2007年に、 銀座で開催された水ホストリートギャラリーにおいては、福田茂雄より選出され、小ウィンドウを使った鮮やかな球体と平面から構成されるインスタレーションの作品を発表する。続いて、阪急三番街の南館地下2階のウィンドウギャラリーで同じくインスタレーションの作品を制作する。2010年から2013年2月まで、横浜美術大学で、 専任女子として勤務。2010年から2011年の間に、モントリオールで二度、個展を開催する。作品は完売。現在は、日本国内、国外を問わず、作品の制作、発表を行っている。兵庫教育大学大学院の博士後期、家庭研究科に通い、博士号取得に向け準備を始めたが、 福岡子ども短期大学の専任講師に選出されたため大学。2013年4月より福岡子ども短期大学の専任講師に就任、幼児美術。2016年4月より同大学の准教授に就任。2017年9月、九州大学大学院芸術工学部博士後期課程を単位取得満期大学している。 2017年4月より、鹿児島県立短期大学にて、助教に就任。2019年4月より、高知学園短期大学の幼児保育学科、専任講師に就任、幼児美術。ありがとうございます。